うわすごいね。70キロ超級の方用意してください。これはやっぱり自慢の足ですか？そうですね、やっぱスクワットずっと。何キロぐらい持つの？スクワット200で5発やってます、大学4年生4年です今年。就職活動は全くしてないです。まああるからね、いろんなとこがね。そうですね、まあ、どっか働くんでしょ？そう、そのつもりじゃいます。プロのビルダーになる？いや、それはさすがに。アメリカ行ったりして？いや、こっちはちょっと。それあれやね、こっちはちょっと。バックはどうですか？バック終わりました、全て終わりました。僕なんか CD になんなかったです。はい、オッケーオッケー、ま、前ですよ。昨日一応、まあ、上位が行くね、優勝された方からね。まあね、分かりやすかったからね。あと全日本、そうです、ジュニアに去年3位でしょ？3位だったんで、今年は横川君とかが出るんで。ああ、すごいんですか。原田先輩は、原田先輩はもうもっとやばいです。もっとやばい。原田先輩はすごいんで、もう尊敬の念しかないんで。あ、本当ね。勝てるようにちょっと頑張ります。今年は仕上げないですね。回ってないとこでめちゃくちゃ言ってるんじゃないの？いやいやいや、そんなことないですね。サイズチェストは、はい、あっちびちびです。ああ、やっぱいいね。おっといいね。ああ、大電球もね、少し出てるね。ああ、どうなの？もっと絞るの？もっと絞らないと、やっぱジュニアで。何キロぐらい絞るの？ああ、そうですね、77.6 がリプリートのマックスだったんで、76から5.5 ぐらいまでは落としたいなと思ってます。炭水化物抜いたりするの？抜きはあんまりしたくないですね、やっぱり。食べながら。そうですね、練習後はやっぱ食べるって感じ？いや、練習後よりも練習前に自分で食べて、はい、朝飯で、週何回ぐらい練習してるの？あ、もう 毎日、キャラ決まるね。大学友達だったらね。法学部でしょ？でも法学部です。勉強もやってるんですよ、ちゃんと。勉強やってます。ね、ちゃんと卒業はします。まあでも、あのどんどん就職決まってんじゃないの？周りはどんどん決まってますね。ビルダーに就職って感じだよね。そうですね、そっちの道に行こうかなと思ってます。何が幸いするか分かんないけどね。大ブームが来てね。はい、なんかボディービルがもっともっと広がれば、カリフォルニア州知事かなんかなれるかもしれない。ああ一気にね、福岡市長ぐらいになったりしてね。 なりたいですけどね。なれるならいろいろ。これであの選挙のポスター作ったらいいよね。若いからね、ぜひ頑張ってくださいね。ありがとうございます。どうも。